南野さん、レキップ氏をメロメロにしてる模様。タキップベス入れたき。6回目。モナコから派3人選出なんだ。前へ月滝役。ついに来たか、滝の時代が。リズンベス入れ見えてきた。レキップベス入れ6回だから見えてきたのでは。と言ってもどうポジら辺の選手がどれくらい取ってるものなのか知らないんだけど、今回も選ばれてたハキミハ7回目だった。ガチで今季のシーズンベス入れ入ってほしいんだ。ワーストからベストになる滝に皆が夢中なんだ。タキップ2試合連続7。タキップ最近どうしたんだ。ちゃんとした評価を滝にしてくれるとは。レキップも滝の魅力にメロメロなんだ。